チャールズ・デール、エクラス・レリオーラム・プランターラム・ヒストリアの図版、クルシウスの堂々の図のモシャカロルス・クルシウス、または、シャルル・ド・レクリューズは、フランス生まれのフランドルの医師、植物学のパイオニアである。16世紀の園芸に対して、最も影響力のあった、植物学者である。フランスのアラスで生まれた。モンペリエで、有名な医師、 ギオームロンドレと学んだが、医師となることはなかった。1573年に、ウィーンのマクシミリアン2世の役員に雇われたが、1576年に、ルドルフ2世の即位後間もなく解雇された。1580年代の末頃から、フランクフルトに住んだ後、1593年10月、ライデン大学の教授に任じられ、ヨーロッパ最初の公営植物園の一つである。 ライデン大学植物園の設立に尽力し、詳細な植栽の記録を残した。園芸の世界でクルシウスが記憶されるのは、学問的な面の他に、チューリップの品種改良や栽培によって、ヨーロッパにチューリップバブルをもたらすきっかけを作った、こともある。1557年に、アントワープで、レンベルト・ドドエンスの、植物誌のフランス語訳を出版したのが、 最初の著書で、その後、アントワープの植物関係の出版人と協力して、図範囲りの多くの著作を出版した。クルシウスの名で出版された著書のうちレリオーラム、アリコートステルペウムパーヒスパニアズオブザーバターラム、ヒストリアは、スペインの花についての最初の著作であり、レリオーラムステルペウムパーパナニアスオブザーバトールム、 エストリは、オーストリアとハンガリーの鉱山植物についての最初の著書であった。レリオーラム・プランターラム・ヒストリアは、中央ヨーロッパのキノコの研究を加えた。クルシウスは、マクシミリアン2世の講演を受けて、オーストリアの植物を研究するために、鉱山に登った、最初の植物学者であった。シュネーベルクの登山記録は文書に残された最古の登山記録でもあった。 クルシウスの鉱山植物研究から多くの植物の学名にクルシウスの名前が命名された。例としては、ゲンチアナクルー、ポテンティラクルージアナ、プリムラクルージアナなどである。オトギリり草カもクルシウスの名前が命名された。クラスは植物の学名で命名者を示す場合に、カロルスクルシウスを示すのに使われる。ウィキメディアコモンズには、 カロルス・クルシウスに関するカテゴリーがあります。ウィキスピーシーズにはカロルス・クルシウスに関する情報があります。ありがとうございます。